どうもどうもどうも、あ、皆さんこんばんは、あ、こんばんはこんばんは、どうも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 、あ、すいません、ちょっと遅れまして、どうもどうも、あ、すいませんすいません、あ、どうもどうも、あ、皆さんこんばんは、こんばんはこんばんは、皆さん本日はようこそお越しくださいました。本日ですね、講師務めさせていただきます、神田、D 翔一と言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんお好きな席に着席していただいて、はい、よろしくお願いします。はいはい、あ、どうぞどうぞ、そちらお座りください。はい、どうぞどうぞ。はい、あ、どうぞどうぞ、はい、はいはい、どうぞ、もうどんどん前の方に、はい、どんどん前の方に来ていただいて、はい、よろしくお願いします。はいはいはい、はい、それじゃあ早速ね、やっていこうかなと思うんですけども、はい、皆さんね、本日こちら来ていただいた、私神田翔一の、セミナー、マッチングアプリ私が使ってみまして、実際に体験したことをですね、皆さんにお伝えしまして、皆さんの今後の、活動、皆さんのですね、今後の人生においてお役立ていただければという次第でございます。皆さんですね、マッチングアプリというものを、ご存知でしょうか。皆さんね、どうでしょうか。マッチングアプリというものは聞いたことはあるかと思うんですけども、皆さんね、聞いたことはあるかと思うんですが、実際にどんなものかということは皆さんあまりご存知ないという方もいらっしゃるかと思いますので、本日ですね、こちら私が、説明させていただければと思っております。で、本日ですね、まず皆さんちょっとね、こうこの空気をね、ちょっと堅苦しい空気というものを変えるためにちょっと音楽を流させていただきます。はい、いろいろあるかと思うんですけど、まずはじめに皆さんにお伝えしておきたいところがあります。まずはじめにお伝えしておきたいところがございますので、こちらご覧ください。はい、まずはじめに、はい、私、神田翔一、皆さんにこれ、すごいちょっとね、上から目線で喋っているんですけども、誰ともお会いしておりません。はい、もうこの時点でもううさんくさいですね。誰とも会ったことがないにもかかわらず、誰とも会ったことがないにもかかわらず、皆さんにこう講師としてね、解説させていただこうという、このね、クソみたいな魂胆でございますけども、はい。そしてアカウントの方はもうすでに削除済みです。もういつ削除したかも分かりません。前、使ったのは去年です。もう去年の年末にはもうとっくに削除してありました。なので、スクリーンショットとかも残しておらず、実物の画像を皆さんにお見せすることはできません。申し訳ございません。ということで、はい。では続きまして。このマッチングアプリ、これね、まずきっかけというものをちょっと説明したいと思いますね。はい、まずこのきっかけですね。どうして私、神田翔一がですね、神田 D 翔一が、マッチングアプリというものを始めたかということですね。このマッチングアプリを始めた理由につきましてはですね、もうこれにつきます。はい、バイト先の上司が使っていた&歌子お姉さんをコラボしていたという、この2点に限りますね。はい。まあですね、このバイト先の上司が使っていたというのもなかなか結構大きい要因でございまして、このバイト先の上司という方がですね、まあ高学歴、高身長、まあ収入もそこそこありつつも、女性とお付き合いをしたことがない、女性慣れしていない、そして、まあ、顔もよく言っても中の中よく言っても、まあ、そんなにすごくめちゃめちゃイケメンというわけでもないという方がいらっしゃいまして、まあその方がですね、実際に私の隣の席に座っていたんですけども、その人がですね、まあ普通の、そう、至って普通という感じです。別にめちゃめちゃイケメンというわけでも、別にそのなんか顔が悪いというわけでもない、普通の人だったんですね。よく言ってじゃねえよ。普通です、普通の方だったんですけども、その方がまあ使っていて、こう休憩時間とかに、いやーなんか今度このマッチングアプリで知り合った女性とデート行くんですよみたいな、デート行くんだよね3回目みたいなこと言ってて、へーって思ったんですよ。あー、そんな頻繁にいろんな人とマッチングして実際デートとか行ったりするんだみたいな感じになりまして、でたまになんか私今日これから女の子とデートなんだけども、どんな服がいいと思うみたいなことを言ってきて、あー、とりあえずなんかシャツにジャケットとかでいいんじゃないですかみたいな、近くのあの駅前のユニクロとかで売ってますよみたいな言って、あー、そうなんだーっていう話をして、でまあなんか、あ、ほー、あ、そうなんだ、へー、意外となんかマッチングとかするんだと思って、気になってたところに歌子お姉さんがやったことによって、あ、これちょっと試してみようって思い、実際に試したというのがきっかけでした。まあそんなとこですよね、きっかけなんて。でもアドバイス雑、いやでも大体ね、ジャケット、黒いジャケットにシャツ着ときゃいいんだよ、大体実際そんなもんだよ。ということでね、もう私もだって別に興味なかったもんだって
だって上司がこれから私の知らない人と知らない女性となんか楽しみなんかデートしに行くとか言ってその服装をどうこう言われたってよ、ああ好きにしてくださいじゃんだって。3項目目いきましょう。はい、そもそもマッチングアプリとは何ぞやという話ですね。はい、マッチングアプリというものは何ぞや、皆さん分かりますでしょうか。ちょっとそこのじゃあ前から3番目のテーブルに座ってる、あ、そのあなた、はいはい、あなた、はい、そうです、あなたです、はい、ちょっと言ってください。はい、マッチングアプリって何だと思いますか。ちょっと皆さん、ちょっとそれぞれ皆さんね、あると思いますけども、はい、なるほどなるほど、はい、はい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 、なるほど、あーなるほど。じゃあそのもう一個後ろの席のあなた、はい、あーなるほどなるほど、はい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 、じゃあ、隣の席のそこのメガネの方、はいどうぞ、はい、ああなるほどなるほどなるほど、確かにそういう意見もございます。ああ確かにそう、うん、確かにそう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 、そういうご意見もあるかと思いますね。確かに、うん、実際にどういうものかということなんですけども、じゃあ次のスライドこちらどうぞ、はいどうぞ、はい、マッチングアプリとは出会い系ではありません。はい、マッチングアプリとは出会い系ではありません。出会い系、まあ言ってしまえば確かに出会い系ではあるんですが、皆さんが想像している出会い系とは別です。皆さんが想像している出会い系っていうのは多分こうお金を払って、例えばポイントを買っ男性が買って女性にメッセージを送るのはポイント制みたいな、そして大人のお付き合いをするみたいな、そういうイメージがあるかと思うんですね。一夜限りみたいな、ワンナイトラブみたいな、そんなものだと思いがちだと思うんですね。やっぱ出会い系っていうとパパ活とかねあると思うんですけども、そういうものではないんですね。マッチングアプリとは好みの相手に対して男性女性問わず、あなた私の好みのタイプですよ、いいねみたいなことを、アプローチします。ポイントとかを使って、で相手がそれを受け入れる、届いたそのアプローチ、相手からのいいねっていうのを受け入れて、あ、この人私もこう趣味があったり顔が良かったり好みだわっていう人がいたら、それを OK ってするわけですね。そうするとマッチングが発生して、その相手とだけ個別なトークができますというものです。なので例えば男性がどんなにこうあなた好き好き好きってやっても、女性側からあなたはノーノーノーって言われたら、それでもうマッチングが成立しません。基本的に女性有利です、女性優位です。なので、会員数もまあそれぞれのアプリにもよると思うんですけども、男性は、およそ6割から7割8割女性の方が少ないです。なので女性は正直受け身でもどん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 男性からのアプローチが届きます。ちゃんと自分のプロフィール書いて写真も登録したりして、で変なことしてない、変な写真とか変なプロフィールじゃなければ、基本的には大体女性側はたくさんの男性からアプローチをもらえます。まあこれが、まあ、マッチングアプリというものです。基本的に主導権は女性にあります。男性から届いたアプローチに対して女性が受け入れるか受け入れないか、ダメだったらダメってことも分からずに、男性側はダメって思われたことも分からずに終わります。女性側はノーって思ったら、はいノー、もうはいいいえみたいな、いいえってやつをピッてやったら終わりなんで、男性側はこの人に断られましたみたいなことも知らずに終わりです。そんなもんです。もちろん女性から男性に対しても同じことができます。なので例えばめちゃめちゃ顔がいい、高収入高学歴みたいな男性はやっぱり人気なので、そういう人は女性からたくさんアプローチがあったりします。そう、傷つかなくて済むっていうのは確かにありますね。男性が断られたってことわからないっていうのはね、いいかもしれませんね。有料か無料かという話なんですが、こうなります。女性は基本無料、男性は基本有料です。これもまあよくあることですよね。例えばお見合い婚活パーティーとか、そういうマチコンとかでも女性の参加費は1000円、男性は5000円とか、女性は無料男性は1万円とか、まああったりするよね。そういうのと同じです。基本的には女性は無料です。なぜなら
女性の方がやっぱり会員数が少ないので、それ女性を取り入れるためには女性は無料で使わせてあげることがやっぱ大事ですよね。でも男性は出会いを求めてたりすると、まあ、有料でもやるしかないっていうわけですよね。まあ男女差別っていうか、そういうのをやるのが男性が多いっていう情報みたいなデータがあるので、それ仕方ないところではありますけども、まあ、男性は基本有料です。どうな、まあ、有料じゃなくても、有料会員じゃなくても実は、ポイントを使う、ポイントを使って相手にアプローチすることができます。例えば無料会員になりました。無料会員になった時点で1ヶ月に30ポイントぐらいもらえるんですね。その相手にアプローチする権が、相手にアプローチする権利が 30ポイントぐらいもらえて、1人にアプローチするために1ポイントで使うんですけども、ログインボーナスみたいなのもあって、最近のその出会い系じゃない、そのマッチングアプリって、出会い系はちょっと分かんないですけども、そのマッチングアプリってそういうのがあって、スマホでログインすると毎日その1アプローチポイントもらえるんですよ。だから30日毎日ログインしていれば1ヶ月に60回分のアプローチ券がもらえたりするわけですね。なので実は男性も無料でそのアプローチすることだけはできます。女性は基本的にどんなサービス、大体のサービスは女性は全部無料で使います。ログボがあります。はい。で男性はアプローチするのは、アプローチしたり女性を探したりすることは無料でできるんですけども、じゃあ課金すると何ができるのか、有料だと何ができるのかっていうと、はい、これです。男性側は課金することでマッチング後にトークができます。さっきも説明しましたが、女性、男性や女性からお互いアプローチしました、マッチングしました、その後1対1の個別トークできますよって説明したと思うんですけども、男性の場合は課金をしてないと個別のトークができません。相手に1通目のメッセージを送ることはできるんですけども、相手から返ってきた返信を見たり2通目のメッセージを送ることができません。これが、有料会員の特典というか、まあ、有料会員にならないとできないことですね。ただ有料会員になってできることは大体これだけです。これ以外のことは無料会員でもできます。なのでじゃあどうするかって言ったら、無料の状態でポイントを使っていっぱいいろんな人にアプローチしてマッチングしたなと思ったら課金すればいい。最初から課金しておかなければいけないというわけではないです。そして、女性側も課金することはできます。女性側が課金することもできるんですけども、女性側が課金する場合、その例えば通常女性が課金、男性が課金することによって無料の女性と同じラインに立つんですけども、女性が課金するとその1個上のプレミア契約みたいなのができて、男性もそのプレミア契約できるんですけども、また別途料金払わなきゃいけなくて、でそれプレミア契約みたいなのをすると、例えばフリーワード、自己紹介にあるフリーワードで検索するとか、もっと細かい検索内容で検索するとか、そういうこともできます。そういうこともできます。で基本的には男性は女性しか探せません。女性は男性しか探せません。なので、同性同士ってことはなかなかないと思います。男性が女性で登録して、例えばそういう、私は男性だけども男性が好きですっていう風に登録することはできるかもしれないんですけども、ちょっとそれは分かんないです。ミサゴ雪町夢のグラフィア、なるほど。夢のグラフィア、さっきねカナエさんの配信でやってましたけど、夢のグラフィアの雪町さん、はい、でしたね。まあそういうこともありまして、男性同士女性同士は基本的にはできなくなってるはずです。多分それはそれ用の別のそうアプリとかがあると思います。そういう場が確かあったはず。私の知り合いの女性が好きな女性の方がそういうの使ってるって確か言ってた気がする。うんうん、確か言ってたな、そういうこと。料金はですね、1ヶ月コース、3ヶ月コース、6ヶ月コース、1年コースっていうのが私がやったところはありました。で、だいたい1ヶ月コースは3600円とかです。で、3ヶ月コースは本来3600円、まあ、3000円としましょうか。3000円、1ヶ月3000円のコース、3ヶ月3000円だったら9000円だと思うんですけども、これが6000円ぐらいになります。で、6ヶ月コースってなるとサブ68で1万8000円なんですけども、これが1万2000円ぐらいになって、1年コースの場合は、まあ、3万6000円のやつが1万5000円ぐらいになったりします。なので結構かかりますけども、本気でお付き合いする女性男性を探したいって思っているんだったらあると思います。全然いいと思います。例えばマチコンに1回行って5000円とか、婚活パーティー行って5000円とかあるじゃないですか。本当に
そう考えると1年コース1万5000円ぐらいボンって払っちゃえば1年間いろんな女性にアプローチしてお話ししてっていうことができるわけですよ。で1年一気にボンって課金してもいいし6ヶ月課金してもいいみたいな。実際じゃあそういう女性と出会う場がない、職場で女性と出会うことがない、男性と出会うことがないよっていう人にとってはこうじゃあそれ1万5000円ってじゃあそれ安いの高いのって冷静になって考えてみてもらうと、いや1万5000円で1年は高いよって言うかもしんないけど1ヶ月に1200円ぐらいなわけよ。そう考えたら安くないって私は思った。そう考えて1年間いろんな女性とお話ししたりとか実際に会うことに対してお金かかったりするわけじゃないから自分のトーク力次第だけど、でそう話して参考になるな、それこれ前本さんの風俗の体験談で私がしたあのコメントじゃないですか、参考になるなで、まあ私のやってたところに私のやってたところは6ヶ月コース1年コースを契約した人が例えばサービス終了時とかに、あ3ヶ月コースからかな6ヶ月コースからかな、そのサービス6ヶ月コース分から受けて終了した段階で女性とデートできていなかった場合それを証明するみたいな、女性とのトーク履歴を、運営が審査して実際にこれは会えてないなっていう風に審査が通ったら同じ期間分だけ、コース延長しますよっていう最低保証もありました。そんなのもありました。今やってるかは分からないです。そういうところもあったりします。そういうこともねしてるところあるので、だから実はその出会い系とかと違って本当に良心的というか、まあ向こうも商売なのでお金は当然取るんですけども、そういう救済措置みたいなのもあったりします。まあ条件はいろいろあるんですけども、調べたらあの時なんて書いてあったかな、それを審査するのと、あと契約期間中に女性から通報されていないみたいな確かあった気がする。そういうのがあったはず。なんかこう通報機能とかがあるんですよ、ちゃんとこの男性はセクハラしてきたから通報しますみたいな、あとはこの女性の使ってる画像、これあのちょっとマイナーだけども声優さんの画像を使ってるとかあるんですよ。実際に声優界では有名なんだけども普通の人は知らないだろうなっていう女性声優さんの顔とかにモザイクちょっとこうぼかしかけてこれ自分のプロフィールって使ってる人もいたりするんですよ。なんかそういう人とかは通報できるようになってる。で通報するともう次の日とかにはなくなってたりする、そのアカウントですね。で今このじゃその詐欺とか桜とかってどうなのっていう話になるんですけども、じゃ次ですね、次のスライド、はいどうぞ。利用するための条件はあるのかっていう話ですね。利用するための条件ということなんですけども、これ実はあります。例えば、ちょっとね危ない感じの出会い系とかと違って利用する条件がしっかりとあります、マッチングアプリ。それがこちらですね。アプリを利用するためには個人情報が必要になる場合があります。例えば Facebook に登録していてお友達が10人以上いないといけないとか、あとは電話番号、スマートフォンの電話番号とメールアドレスとか、いろんなものが必要になる可能性もあります。なので、そういうめんどくさいこともある、まあ、それ乗り越えなきゃいけないけども、それハードルが高い分安全でもあるよねっていうことでもありますよね。でじゃあどんな個人情報が必要になるかっていうと、はいこんな感じです。この前ちょっと配信でも言ったんですけども、顔写真をプロフィールに必ず登録しなければいけませんよっていうルールがあったり、自分の、プロフィール欄にねしっかりとなんかぼかしをかけたようなんじゃなくて、ちゃんと画面の真ん中に自分の顔が来るような顔写真の登録プロフィールに、そして身分証明書の写真、こういうものが必要な場合があります。そうあのなんか身分証明書の右下にスタンプを押してるの分かります、あのハンコみたいな、ああいうのが見える状態、名前、生年月日、あとはハンコみたいな、その3点が確認できるように、それ以外の部分は必ず画像を黒塗りとか見えないようにして、運営会社に送ってくださいっていうルールがあったりします。でそれを送らないとメッセージのやり取りができません。これは男性も女性もです。
その、年齢確認審査を通過した人じゃないと女性も男性もメッセージを送り合うことはできませんっていう風になってたりします、ね、ということはトークできる相手は桜ではない可能性が高いということになりませんか。皆さんちゃんと身分証明書を送ってそれを認可ちゃんと理解して向こうに運営会社があ、OK ですって審査を通していなければメッセージはできないんですよ。ということはトークできる相手は業者や桜ではないという可能性がとても高い、安全な可能性があるわけですね。運営会社が桜をやってる可能性はあるかもしれませんけども、それは私たちには、分かりません。そんなのでもまあこういうことよね。可能性は高いよねって話。ノーゼロとは言わないよ。ゼロとは言わない。ゼロとは言わないけども、そんなの知らないもんだって私。運営会社じゃないから。見極め方はね、わからん。そんなのは、いらっしゃいませ。アメンバーさんいらっしゃい。それは仕方ない。100% ではない。この世の中に 100% のことなんてない。今この瞬間にも私は死ぬかもしれない。いらっしゃいませ。もう1秒後に私が死んでない可能性 100% ではないから。100% はこの世には存在しません。ということで。さてでは次ですね。次ちょっと皆さん気になってたりするんじゃないでしょうか。はい、実際こうやって今私話しておりますけども、実際噛んだお前どうだったんだよと、お前そんなこんなご考説されとるがおめえ本当にマッチングしたんかいなという、こういうことですね。はい、実際どれくらい噛んだ翔一マッチングしたんですかっていう話ですよね。お前こんだけいろいろ言うとるが実際どれくらいマッチングしたんやおめえはつってね、って話ですね。いやーこれなんですけど、本当にそれ、聞いちゃいます、聞いちゃいます、それどれぐらいマッチングしたのか、実際じゃあどれぐらいだと思います、どれぐらいだと思いますいやうぜえこいつ、いやどうだと思いますか。いやー実際どれぐらいの、今回私が使わせてもらったアプリは2種類使いました、2種類を3ヶ月間使いました、両方とも。なので、まあ、十分な数値は取れてると思うんですけども、3ヶ月2つですね。で、その3ヶ月間で、まあ、累計6ヶ月間なんですけども、2つのアプリで合計何人ぐらいとマッチングしたか、3ヶ月間で何人ぐらいとマッチングしたかですね。私が使ったのは、カルタが使ってたのとは近いやつです。エンダーじゃないです。ぼやかして言うとうぅーずってやつとうぅーずってやつです。あ、ちなみに歌子お姉さんがやってたやつでもないです10人くらいかな。なるほどなるほど。じゃあ次です。はい、でアカウント消しちゃってるので正確な人数は分かんないんですけども、なんって思い出したらだいたい、はい、50人前後だったと思います。50人から60人の間ぐらいだったと思います。3ヶ月間でおよそ50人から60人ぐらいの女性とマッチングはしました。確かそれぐらいはしてたと思います。私が今回序盤に説明した通り誰ともお会いしていないのはちゃんと言ったと思うんですけども、ですね、ちゃんと事前とかプロフィールにお会いする気はないですよみたいなことはちゃんと、書いてあって、まあ、でも真剣にやったらもっといけるかもしれないけども、まあ、難しいんですけどちょっとね、まあ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 、それぐらい50人ぐらいの方と、お会いはしてない。50人と会ってたら性格破綻するわ。誰とも会ってないです。50人の方とマッチングし、50人ぐらい、50人、60人ぐらいとマッチングしました。で、利用目的なんですけど、まあこうですね、アプリ上でお話しするのが目的でした。で、LINE なども交換はしていません、本当に。なので、まあちょっとこれ見ていただきたいんですけども、アプリ上でお話しするのが目的ですよとちゃんと相手に伝えました。で、そして LINE も全く交換していませんでした。はい、その結果どうなったかという話なんですけども、はい、こちら、今も連絡を取っている方やデートしようみたいな話になった方は一人もいません。はい、いませんでした。はい
そりゃそうだ、マッチングアプリやぞ、お話アプリじゃねえんだっていう。ということで、まあ50人から60人の方とマッチングはしたんですが、私がお話メインですよっていう感じになった伝えた瞬間に連絡が返ってこなくなった人、マッチングしてこっちからメッセージを送っても返してくれない人、あとは話をしてるけども、どん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 疎遠になっていって最終的に自然消滅みたいな感じになった人いっぱいいます。てか全員そんな感じですそう、あっちは真剣だったり時間つぶしだったりするわけですよ。お話だけでいいよっていう人は時間つぶしの人もいたり、まあ暇つぶし、時間がない、時間が余ってるから暇つぶしっていう人もいたり、あとは真剣に探してて、それでもこう私にちゃんと話をしてくれたっていう人もいたり、で話をする間中でこの人同士、この人とは合わないなって思う人もお互いに、まあ私もこの人ちょっと違うなって思った人とかもいましたし、まあそういうことも、確かに私も桜みたいな感じになってるけども、実際でもそれは言われた。後々体験談ちょっと言おうと思うんですけども、私は今誰かと連絡取ってるってことは全くないです。マジで私の携帯はディスコードの通知かスラックの通知しか来ません。なので LINE も鳴らなければそのマッチングアプリも消してるからもう何の通知も来ません。あとはなんかクーポンが届きましたよみたいな私のスマホはそれでしか光りませんという感じですね。まあ50人前後の方とマッチングしましたが、まあお話しするのが目的だったため LINE などは交換せず、その結果連絡を取ってる人は誰もいません。今孤独ですという話です。はい、正直あわよくばこう仲良くなって、もうこの人にやったらバラしてもいいかもみたいな、実は YouTube でこうバラしてもいいか、こういう活動してるんですよっていう風に、なんだろうな、実はこう大学生で登録して放送関係の大学生ではあるんですけども、こういう活動も裏で一緒にやってるんですっていう風に言っても、まあいいかなっても思った、あわよくばと思ったけども、やっぱないねそれはなかった。正直マッチングゼロ人みたいなもんです。はいもちろん皆さんとは次元が違うので、皆さんの世界ではまあわかん、ちょっとマッチングアプリの方やってもらって、私たちのいる世界では、まあ私たちのいる世界の人にはこうちょっとっていう感じでしたけども、まあね、そういう面白い検証結果になりましたという感じですね。